標別町の職員だった鈴木雄大さん当時24歳はおととし7月長時間労働で精神的に追い込まれ自ら命を絶ちました鈴木さんの両親は1か月あたり170時間以上の時間外労働などにより自殺したとして標別町に対しおよそ1億900万円の損害賠償を求めて釧路地裁に訴えを起こしました息子の悔しさ無念さを少しでもいいから話してやりたい 両親は長側が再発防止策に関する質問状に対し回答を拒否するなど真摯に向き合っていないとして提訴に踏み切ったとしています。